今回はイインンンジェクション車ななのにアイドリングが安定しない信号で止まった時などでエンジンがストップしてしまうこのような時にどうしたら治るのかっていうことを多くの方から質問を受けたのでこのビデオを作ってみましたまずはキャブとインジェクションとの違いどうしてそうなるのか何が原因なのかどうすれば治るのかそうならないためにはどうしたらよいのかっていうことを焦点当てて 解説したいいと思います最後までよかったらご覧くださいアイドリングが安定しないシグナルでエンジンがストップしてしまうこれはもうキャブ車なら完全に原因はキャブですよねインジェクションでも同じですこれキャブの役割をしているスロットルボディこれが原因ですねそれで皆さんスロットルボディをキャブクリーナーなんかで 掃除すすするんんででけども直らないって言うんですよ皆さんキャブ同様にメインボアを丁寧に掃除されているのになぜ治らないんでしょうかこれはキャブなんですが左側のスクリューを回すとスロットルバルブが上に上がりますこれでアイドリングが高くなるわけですね隙間がだんだんと大きくなっていきますキャブの場合機械的に 全平にすることはできますがアイドリングしようとすると若干ここに隙間を設けておきますこの最適な隙間がアイドリング域ですキャブの場合全平ではアイドリングしませんキャブの場合安定しないのはスロージェットの詰まりが多いようですが少々の不安定さはアイドリングを上げることで解決できますキャブのアイドリングはこのスロージェットと このアイドリング調整で大抵の場合はなると思います一方インジェクションですがこのようにスロットルボディは完全に全閉なんですね隙間はアイドリング時は全くありません混合機の流れなくエンジンがそのまま始動し続けるっていうことはありませんアイドリングに必要な空気はどうやって流れているんでしょうか 覗いてみるとわかりますが、小さな穴が開いています。このバタフライバルブの前と後ろをバイパスする形で小さい穴が開いています。それが通路です。そこには各種センサーがあったりするのですが、その穴が小さいために異物が入ると通路が狭くなってアイドリングが不安定になるというわけです。 車種によって違うのですが、レッツーは小さい通路に、なおかつ細い針を出たり入ったりして細かく流量を制御しています。電磁面ですね。ソレノイドバルブです。通路の汚れなどでアイドリング不安定になることもあるんですが、レッツの場合はソレノイドバルブ自体の故障っていうことも多々あるので、交換するとなることがあります。4500円ぐらいです。通路に 異物が入るその異物っていうのがブローバイガスのオイルミストですクリーナー側からゴミが減るっていう可能性もなきにしもあらずですが大抵の場合がオイル交換をサボってタオル状になった真っ黒のオイルミストがついていることが多いですねエンジンは高速で回転していてリングから漏れるガスなんかで圧力が発生します それを逃がすためにエンジンには必ず穴が開いています。昔は大気解放していたんですが、今は大気汚染の関係で外に出すことができません。ブローバイガスですね。主に炭化水素です。機体だけ逃がすことができればいいんですが、エンジン内は激しくシェイクしている状況です。迷路などを作って対策していますが、すべて取り除くことはできません。それで、 エアクリーナーとかインテークパイプに再度戻してもう一度燃やしてしまうようにしていますそのブローバーイガスに含まれるオイルミストが大体悪さしますタール状の汚れがインテーク側の部品について不具合を起こすんですね本当は大気解放するのが一番いいんですがそれを言っちゃおしまいなんで オイルキャッチタンクなんかをつけると良いかもしれませんねそれではスロットルボディの横側を開けて通路がどうなっているのか見てみたいと思います一般の方はできるだけ開けないようにしてほしいということでここはヘックスローブネジが使われていますそしてネジの頭には白いペンキが塗られています これ開けて中をいじると精度が狂うのでダメですよっていう警告ですね。もちろん自己責任でお願いします。スロットルボディはスロットルの解度がどれだけなのか抵抗値で判断して ECU に送っています。ECU はその信号をもとに適切な量をインジェクターで燃料噴射します。中の構造です。 空気の量とか温度を測るセンサーがあったりしますアイドリング域で流れるこの空気の道を汚れがないかチェックしますそして汚れている場合は取り除いてやるとアイドリングが安定するようになりますというわけでアイドリングが安定しない場合はこのアイドリング専用の通路を清掃してやることが重要ですただしこの辺のパーツは非常に微妙なために高圧空気なんかを使うと 壊れてしまう可能性があるので注意しないといけませんあとアクセル回路と抵抗値がずれている場合もありますスロットルポジションセンサーですねこれがアクセルと同調しない場合は交換となりますセンサーを使ってスロットルを少しずつ開きながら電圧の変化を確認すると故障かどうかを判断できますただこんなようなことよりも大抵通路の汚れで治ることが多いので どうしても安定しないという方は清掃してみたらどうでしょうか2022年この質問が一番多かったです何人も言ってこられたんですがアイドリング用の小さな穴を清掃してくださいとお伝えすると皆さん治りましたって言ってくれたので間違いないと思います今度こちらのスロットルボディを見てみたいと思いますこのように穴が開いていますこの穴がどこにつながっているのかっていうのを確かめています このゴムのシールなんかにパーツクリーナーがつくと膨張したり変形するので注意が必要ですパーツクリーナーの圧力で部品を壊してしまうデリゲートな部品もありそうですね今回は別に不具合はなかったんですけど適当に捨ててやったスロットルボディを分解してみました参考になったなーって思われたらグッドボタンを押していただくとありがたいですそれとと今回のことで いろいろとコメントありましたらお待ちしておりますためになる情報、面白いコメント皆さんのコメントがモチベーションですよろしくお願いいたします最後にこの穴ですよここにつながっていますこの辺にタール状の汚れがついていることが多いですよ